気安く呼んでくれるじゃないか。決して許さない。君の僕に対する嫌がらせではない。僕のことなどどうでもいい。ほほう、さては聞いたな、あの愛しのエリナのことを。そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。彼女に対する侮辱が許さない。苦しいぞ、嫉妬に狂った姿。またボクシングのようにされたいのか、マヌケが。叶わない。でもここで負けたら、これから一生ディオの陰でおどおどと生活しなくてはならない。何よりもエリナの名誉を取り戻すため戦わなくてはならない。徹底的に叩きのめしてやる。それも正々堂々とな。そうすることによって、自分はもうこのディオには勝てないということをジョジョ自身の体で覚えるからだ。喧嘩でも人生でもな。うわぁ、来い。いいぞ、いい感触だ。こいつ蹴りを入れられて掴んでくるとは。もう一撃欲しいか。こんな君が泣くまで殴るのをやめない。こんなカスみたいなやつにこのディオが。よくもこの僕に向かって涙。この汚らしいアホが。二人とも一体何事だ。父さん。男子たるもの喧嘩の一つもするだろう。しかしジョジョ、今のは抵抗もできなくなったディオを一方的に殴っていたように見えた。紳士のすることではない。違う。言い訳無用、二人とも部屋へ入っとれ。後で二人とも罰を与える。